様です,すごい流れ星のギフトもあったんだありがとうございます、X、見たよそう今日はあの私のファースト写真集のあのお渡し会の日が発表されました。 まだ見てないよって人は公式 X よかったら見てください。ハッシュタグ中村舞ファースト写真集で検索したら多分出てくるので <laughs> ぜひお待ちしてます。8月なんですけど発売前になります。8月の23にオンラインがあります。まず23にオンラインがあって24が東京で25が大阪です。 で、そう広島はまだ調整中なんですけど9月に予定してますという感じでまだあの日時は決まってないんですけど今確定してるのは2カ所で9月のどこかに広島があるかなって感じですで、あとオンライン行こうありがとう。 あわあわもありがとうそうなんですよあの明日の正午から受付ができるようになります <laughs> ありがとう初見さんも中村舞です 愛媛県出身ですぜひお待ちしてます <laughs> <laughs> ありがとうございますあれだね広島は発売してからですね9月だったらまだ私もちょっと何日か分かんないんですけど 個人的には、まあ、関東もなんですけど関西なんか大阪ってあんまり私個人でそんなに行くことがないので結構なんか新鮮ですね大阪嬉しいです大阪梅田そう大阪あります ありがとう、短冊を仕事を休みにようなとか考えていきたい <laughs> <ーん> <laughs> 待ってますうんうん だく未定です未定広島未定未定っていうかやるけど日程が未定なだけです <laughs> いつだろうね9月だってえ今何月だ7月か2ヶ月先ぐらい 梅田はナンバーより近何からいい私なんか大阪の東京もないんですけど土地勘が一個もないから全然わかんないその感じあとさなんか「阪急?」阪急ってありますよね <laughs> でなんかなんかそうお姉ちゃんが昔兵庫に住んでてよく大阪とか遊びに行ってたんですよでなんか 阪急でで降りてどどううのこうのことか言われるんですけ阪急、ま、って何ですかみたいなとこから始まっていまだに阪急が、まあんまよく分かってない阪急阪急って地名の名前じゃなくって電車なんかなよくわからんあ電車でしたって。 あまるまるなのマジでよくわかりませんあと地下鉄が難しいイメージめっちゃなんか地下鉄 なんか地下に入ったら <laughs> もう出られなくなっちゃう <laughs> マジでわからんダンジョン難しいよねえ迷路だよほんとに御堂筋線わかるよあの赤の M でしょ M 赤い丸 それはよく載ってた記憶あるなんかえなんか学生の頃行っとったよね大阪ちょいちょい <laughs> 最近はよくわからん行ってないあんまり御堂筋線わかるよありがとうなんかでも学生の頃で本当にもうなんか夜行バスで行ってたの 本当にめっっちゃ節約しようと思ってで夜行バスで行ってたんだけど愛媛から大阪って夜行バスでえ何時間かかっとったっな夜の多分9時とかに出て朝の6時ぐらいに着くんですよ。ってことは何時間やろ <laughs> ?9 時間ぐらいかな。でもなんかバスの運転手さんがめっちゃ早くそう運転してついてくれる時があって朝の5時半とかに。 着く時もあるんですよでも逆にそれがめちゃくちゃ困って朝の5時半からどこ行くって言われたらもうマックしか行くとかがなくって <laughs> ずっとなんかとぼとぼ歩いてそうマック行ってでずっと朝マック食べながらなんかいろんな店が開くのもあってよくやってたこれえ泊まるところはお姉ちゃんち泊まってたから別に。 そう、なんかホテル代とかかかんなかったんだけど <laughs> もう浅まくしてた思い出あるオーディションも受けに行ってたなんかなんかのオーディション受けるってなったらなんか二次審査とかから会場じゃないですか多分大阪とかが一番近かったりするので。 私広島も行ったんだよなんかのあれで <laughs> あのオーディションで広島も行ったし大阪も行ったあの学生の頃に <laughs> それはお姉ちゃんが大学生の時広島住んでたから行 <laughs> ったりもしてた そう私結構長い間オーディション受けてたんですありがとうそうだからお姉ちゃんが住んでるところに <laughs> 審査会場 <laughs> 探して、受けてな気がする。そう、でも大阪多かったな。<laughs> うん、大阪。また次回、お待ちしてます。 USJ とかえー、行ってない行きたいなんか結構メンバー行ってるよね私もうマリオの時代知らないもん <laughs> 行ったの結構前すぎて5年前とかかな分かんない行ってないよ行きたい夢の国も行ってないどこ行ってるかいうテーマパーク一個も行ってない 行きたい。遊びたい。もう童心に帰って本当にもうはしゃぎたい。 富士急私富士急多分行っても乗れないものが多いと思う私無理なんですよ絶叫系が得意じゃない本当になんかあれがあったらいけるかも物語みたいな <laughs> なんかあのディズニーで言ったらディズニーとか言っちゃった「<laughs> 夢の国」で言ったら「タワー・オブ・テラー」みたいな「タワー・オブ・テラー」も「 こう上から下にブワンって落ちるあのアトラクションだけどでもあれなんかホラーみたいな感じでちゃんと物語があってなんかすごい何ですかななんかなんたらかんたら失踪事件でど,んどんこうのでみたいなのが <laughs> 詳しくないんですけどなんか物語があるじゃないですかそうストーリーがあって怖いこうひょんっていう上から下に落ちるみたいなやつなんかそういうのだったらいけるかも。ただもう 剥き出しの <laughs> ガンガン行くぜビューンみたいなやつはちょっとちょっと乗れる気がしないですね怖い心拍数が爆上がり「ハリー・ポッター」いや私「ハリー・ポッターね」ね 見たことないし見たこといや見たことないっていうか私なんかね大体なんか「ハリー・ポッター」ってもうだなんかすごい <laughs> 片言なんだ <laughs> ハリー・ポッター」ってさなんか誰もがさ一度は見てるじゃないですかいや嘘見てない人もいるとは思うんだけど結構大半の人が「ハリー・ポッター」見たことあるよみたいな人多いじゃないですか。でなんか「ハリー・ポッター」の話題になると「ハリー・ポッター」見たことないのって言われて「いや私 あのー、本当に最初の最初もう魔法学校に入学するあの一番最初のやつを20分ぐらい多分見たことあるんですよあれを「魔法学校に入学しました」なんかクラス分けみたいなやつかなクラス分けみたいなやつで途中でやめちゃったんですよそこまでしか見たことがなくってでそっからが面白いところじゃんっていつも言われるんですけど、えー、そう一個もそ,のそっからの何も分かんなくってストーリーが。 アトラクション面白いんだなぜ20分いやなんか <laughs> なんかその時なんかテレビでやってたんですよなんか地,地上波で普通にやってて「金曜ロードショー」的な感じのでなんかあのねそうバレエやってたんですけど自分がクラシックバレエの代わりにそのバレエ仲間の家に寄ってでそしたら「ハリー・リポッタやってるねハリー・ポッターやってるね」って見てて。 で、あ、親向かい来たから帰るわーって言ってそ,うそれの間だけ見てたんでなんで20分ぐらいしか見てないんですよ訳があるなんかあのな飽きたってやめたんじゃなくてえそう友達の家で見てて <laughs> 親の向かいが来て帰ったみたいなわあありがとうわだミッキーさん ありオリ姫ありがとうありがとう <laughs> 見たうちに、はい「入らなんて言われた <laughs> ありがとうございますミッキーさん「ハリー・ポッター」長いよね確かに。 東京にハリー・ポッターえ,何えなんかハリーーポッタカフェみたいなあるよね赤坂になんか TBS の横ら辺にないなんかハリー・ポッターカフェみたい,な、ね、な <laughs> ないなハリー,ポーな・ <laughs> リーポッターはねなんかめっちゃおきちゃんにね「舞、ま、ちゃんハリー・ポッターに出てくるあれに似てるよ」みたいな言われるんですけどね一個もねわかんないんですよねあれなんだったっけな名前。 名前が出てこない <laughs> なんかすぐに怒るみたいなキャラクター <laughs> いる <laughs> え先生分からん嫌な予感私も嫌な予感するハーマイオニーえハーマイオニーって可愛いやつだよね違う違うなんかもっとなんか緑色みたいなやつかなえ分かんないなんか多分あのいい役ではない <laughs> わ悪そうなやつかもちょっとわ <laughs> かんないかんない全然ピンとも来ないかも <laughs> あーちょっとみんなもハリー・ポッター見たことなさそうな人多いわ。私のコメント欄。私のコメント欄逆にみんな何見てんのマイキューみたいなのは出てこないよ。何マイキューみたいなんて。ボルデモートお杖持った人そんなことない <laughs>。それかな みんな杖持ってるの <laughs> あ、そうなんだ <laughs> あ、みんな杖持ってるんだわかんないわかんないなんか、ま、魔法みたいなの唱えるよね <laughs> ドビーいや、わかんないな耳がとんがってる でもなんかさそうそうもう遅いんだろうなって思うんですよこういうのなんか今からワンピース見る感覚と一緒もう先が遠すぎてもういっぱいあってシリーズもなんかなんかちょっと <laughs> まだ間に合うなんかねちょっと今からじゃあってなってしまうんですよね。 完結してあ完結してんのかあそう今からコナンくん見るのと一緒コナンくんも結構いっぱいあるよねココアさんワンピースいやなこワンピースだったっけワンピースかなナルトかなえわかんないワンピースかなんか。 アニメ見始めたって言っててて言愛媛じゃない日本 <laughs> 日本いる時にまだ広島いる時に言っててそうマレーシア行く前に言っててで「えー、なんでですか?」って言ったらなんかやっぱ外国って日本のアニメとかも結構有名だったりするし話のネタも広がると思うしみたいな感じで言ってて、まあ、ちょっと見てみようかなと思ってって言ってて「ワンピースか!」 すごいと思って、そうそし出したら止まらんくなったみたいな面白すぎて止まらんみたいなやつってね、すごい ね、そうよでも確かになんか日本って言ったらアニメってあるよねまい <laughs> ちゃんが王道にハマるの珍しいいやちょっと待ってです私ハマってないんですよそんなにハマ <laughs> ってないっていうか <laughs> あのまだ何も知らない <laughs> 困りました昨日から推しの子2期が始まって推しの子は見たよ見ないとだ 推しの子あれだよねなんか映画もするよねあのアニメは一期全部見たよでえ二2期が始まったのうん推しの子はね「鬼滅」はね1話でやめちゃった。 いやまあ推しの子も悲しいんだけど一話が一番「<laughs> 進撃の巨人は」はんか中学生だ時高校生だったけ忘れたけどなんかバスで帰ってるときに友達が漫画化してくれてバスの中で見てたんだけど。 なんか人を食べるシーンがポリポリとかパキパキとかっていう咀嚼音でうってなってあのやめちゃったなんかポリポリパキパキ言っててってなってちょっとバス酔いもあったのかもしんない結構グロいね確かにゾンビもグロいのにグロ体勢ついたかもそのゾンビで。 でもね私が一番グロはまあうーんいける時といけない時があるんですけどなんかその何がいけないかっていうと目目関係が出てくる時が無理なんですよもう目もう絶対に目を攻撃しないでほしいなんかこの作品は目を攻撃するところがありますとか書いといてほしいもう目だけは本当にダメなのなんか目に関することだからなんかもう 「進撃の巨人」もなんか目のなんか目を攻撃するシーンがあってそれが本当に無理でねえそうなんかそこだけが見れないのなんか,なんかこの間見たサメの映画もなんかサメって目をな攻撃してこう視界をどうにかこうにかさせて倒すみたいな感じだったんだけどもうそのシーンだけがなんかもううってなりすぎて。 えそう、目が得意じゃない本当に先に書いといてほしいその「目は何も攻撃してません」とか「ゾンビの目の攻撃あったよ」あのその韓国の今私たちの学校は,はもうめっちゃ目の攻撃出てきてもうそのために目つむってました <laughs> 本当にもう 本当にもう無理なのもう覚えてるどこでこの攻撃があるみたいなのんなんか迷はやられるのダメ怖いほんとになんか あの本当に映画ととかかドラマとか作っっててる皆さんって感じもうあの書いといてくださいって注意書きに何かあるじゃん「心臓が弱い方おやめください」みたいな感じでさ何か R 指定とかついてたりするじゃんそこに「目の攻撃あり」みたいなのあるんだったら書いといてほしい。 ハートありがとう <laughs> 本当にも,も本当に無理なのネタバレいや大事だよ もっとハートありがとう目が弱点です高い鉄塔のやつ見たよね、えー、お姉ちゃんと同じこと言ってるんだけどフォールでしょなんか洋画に フォール FALL っ,っていう映画があるんですけど私がそれ「フォールって映画がやばいんだよってショールームで話してそ,うそしたら見た人がいるみたいでさお姉ちゃんにも言ったのその見てすぐにあのこうもその映画を流しながらあのこうやって15秒とか。 あ10秒飛ばしとかしてで解説しながら「ここでこうなるんですよ」「そんでそんでそんでここでこうなります」って「はいそんでこうなります」って感じでほんと30分ぐらいにもう短縮してお姉ちゃんに解説しながら見せたんですよ。でそしたらそれなのにもかかわらずお姉ちゃんもう一回見返してて「ポール見たよ」って言ってきてそうえ昨日か一昨日ぐらい。 えって私があんな30分ぐらいに短縮したのにそれでもまた見たのってでもあれは最初の方をしっかり見てないとちょっとストーリー性はつかめんかもちゃんといや怖いよねあの映画なんかずっとヒヤヒヤするどういう話かなんか高い ところに登る話 <laughs> めっちゃ簡潔に言うと高いところに登って降りれなくなる話なの面白いの2時間ぐらいあると思うホールアマプラえわ、ー、かんないアマプラかなアマプラあるかわかんない私アマプラも入れてるけどアマプラで見てないユーネクストで見たネットフリにもあるんじゃないかな全部にあると思う 割と最近の映画なんだよ。ホールだから落ちるのえ落ちたよあ落ちたよとか言っちゃったらなんか <laughs> <laughs> 言ったらいけないけど <laughs> 落ちるかも <laughs> <laughs> 落ちそう落ちそうえっフォールって落ちるって意味だっけそっかそっかええー、ってあでも完全には落ちないかも「落ちるの?」とか聞くからごめん クライミングで地上六百メートルのテレビ塔を登った二人の女性。そうそうそう。なんか女性二人でテレビ塔に登るの六百メートル。もう、だって六百メートルだよ。だって。スカイツリーが、何メートルだっけ。六百三十四。なんでか、何のためにか、なんか。 なんかあのー、女性 A がいて女性 A の旦那さんがいてで女性 A の友達女性 B がいるんですよ、まあ、3人いてで3人で最初クライミングしてるんですよ山とかでこうやってであもうなんかこれ言ったらなんかあれですけどねなんかそう女性 A のこの旦那さん旦那さんが落ちちゃうんですよ で落ちちゃってななくっちゃうんですよそれ以上はやめてえ、なんでもう言ってもいいなくなっちゃうんですよ,そ,でいい <laughs> ですよそしたらもう女性 A はもうもう本当に高い山とか登れなくなってもうこうなってもうすごい病んじゃったんですよで女性 B を励ますためにもう一回登ろうよってこういうなんか危機とかを 乗り越えてこういうのを打ち勝ったら強くなれるよって言って高いところに登ろうって言うんですよでこのテレビ塔が超高くていいんだよって言って登りに行くの。<laughs> 鬼のような励まし方だね確かにだってさなかなかね でもね B さんめっちゃいい人なんですけどいろいろとまたあるのその A さんと B さん <laughs> 高いところへも鳥が嫌いになる映画めっちゃわかるなんかこのその四重鳥が出てくるんですよなんかもう。 なんかかーみたいな鳥本当にもう激しい野鳥みたいなんが出てくるんですけどもうなんか野鳥がなんか邪魔してくるんですよいっぱいそう本当鳥嫌いになりそうなぐらいの本当に邪魔の仕方めっちゃわかる鳥が嫌いになりそうなのわかるなんかちょっと鳥嫌いな人はあの気をつけた方がいいです なんか最初も出てくるし最後までずいくんの鳥がもう本当にずっと鳥が出てくるのもう意味わかんないと思うんですけどそう <laughs> めっちゃ怖い鳥は悪役っていうかなんか なんてうんていいうかね悪役っていうわけでもないと思うんだけど悪役かもしれません鳥は攻撃してくるけど人間も攻撃するからあ目の攻撃なしもう言わないでちょっと目を攻撃するとかもう文字だけでも「えー!」ってなるから。 <laughs> もうダメ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 ほ本当にちょっとこれ以上言ったらネタバレになると思うんですけど <laughs> もう言いたい気持ちはいっぱいあるんですけど これかかから見る人といいないかなえ、でもね多分ここら辺はあらすじですよあらすじあの最初にさこうあるじゃないですかこのえこの映画は大体どんな話なのかみたいなその導入の部分であらすじみたいなあるじゃないですかそこぐらいしか喋ってない全然まだまだでもその旦那さんが亡くなったみたいな そこたぶんあらすじに書いてあると思うプロ,プロローグそれそれ最後はあのー、すごいですどうなることやらでもなんか うんなんかハッピーエンドかバッドエンドなんかよく分からん <laughs> なんかさ洋画とかもんだけどなんか洋画だからなんか,か,んなんかハッピー完全なハッピーエンド完全なバッドエンドみたいななんかどっちにも振り分けられん気がするなんかよくわかりません なんとか頂上へ到達するのだがって書いてあった。そうそうそう。到達すんのよ。もうヒヤヒヤするよずっと。なんて映画の話ですか。フォールっていう。F A L L っていう。あの。テレビ塔へ登る映画 <laughs>。 私的にはえ面白かったよ面白いっていうかなんか「あのえー、めっちゃ面白い」とかじゃなくてそのこの緊張感を楽しむのがまあなんかあのどうやって撮影してるんだろうっていう気持ちにめっちゃなりましたすごいクオリティが高いといいますか何ですか この映像どうやって撮影したんだろうみたいな。うん、なんか、あと高所恐怖症の人は、めっちゃひやってなると思います。 CG ではないのいや c C. なんじゃないやわかんない <laughs> 私もその撮影関係わかんないけどどうやって撮ってるんだろうなと思いました <laughs> あれないのかななんかあのメイキングメイキングとかあったら見たい そうだよね、合成だったらさマ,マジですごいと思うその女優さんの演技本当にすごいと思ういやまあそうなのかもしれんけど合成もすごくないなんかいろいろ映画見たいんだよね おすすめ教えるまだでもそんなに見てないなんか結構私刺激的な映画ばっかり見ちゃう <laughs> なんか楽しい映画ハッピーみたいななんかそんな映画じゃなくってなんか結構モヤモヤしたりとかヒヤヒヤしたりとかそういう映画ばっかり見ちゃう。 ゾンビは結構ちょっと見ちゃって最近ゾンビ行き詰まってます行き詰まりゾンビ洋画法がどっちが多いかなどっちも見るけど うんもうゾンビは外国のが好きだな、ね。日本のゾンビがあんまりない気がするんですよねそこまで。 映画館でうん映画館で見なーい <laughs> 見な<ー>い <laughs> 携帯携帯のカーマンなんかアイパか iPad とか最近また iPad 引っ張り出してきてでマイキューが見たサメの映画あメグザモンスターでしょ <laughs> あれおもろいよでもあれ目に注意だからえっと1の方かな1だったっけなあ目に注意 目大丈夫目,目攻撃されるのはもう体がない人は厳しい大画面スクリーンえー、なんか家につなげるものがないんですよなんか家につなげるとていうかそのテレビにつなげたりするなんか何ですっけファイヤースティックでしたっけなんかそういうのとかなくって携帯で見るしかないんだよね まあなんか家で見るとも限らんなんか結構移動中に見るかいやそうないんですよねなんかその家でゆっくり見る時もあるけどうんプロジェクターでもなんか映し出すとこはないのもう私の部屋見せたいんだけど、まあ、見せないんだけどなんかもう。 もの<全> <laughs> 本当に <laughs> ない壁あここならあるわこの壁ここまでいくとぬいぐるみがありますで結構ね私の部屋そんな広くないんよ もスマホで見てる <laughs> そうなのちょっとね物が多い物が多いとは思わないんですけど物が多いんですよ <laughs> なんかあの仮に私が1人暮らしをしていてもう家も1部屋じゃなくてもう2部屋ぐらいあって 玄関とかも自分のもので飾ってもいいよって言われるんだったら多分そんなに物多くないんですけどお姉ちゃんと暮らしてて一部屋自分の部屋一部屋ポンって感じなんですけどそこに全部自分のものを詰め込むと物がちょっと多く感じるだけ。ロフ,ロフト見せて絶対に嫌なんだけど <laughs>。絶対に見せません。 ロフトの上サム多いよ前に見,せ見えたえたでもそんなになんかうん ぬいぐるみもいるし自分の夏服もある上にあ夏服じゃない間違えた冬服 <laughs> 冬服もある今は衣替えシーズンになるとそう服も上に置いてたりするその時に着ない服だからなんか何ですか タンス的なのはあるだから物が多いなルフト暑いよルフトで寝ようとしてたんだけどねやめた あの暖房もクーラーも行かないの全然行き届かないや <laughs> 物捨て捨てないかもあんま捨てれんかもうーん今ちょっと自分の部屋を見回しています 断捨離は、うん、なんか断捨離してさもうボロボロのものだったらしょうがないと思うんだけどさなんか捨てちゃうっていうのがなんか寂しくってさ誰かがもらってくれるんだったら全然いいんだけどなんか捨ててしまうともうなんか「もらうよ」って <laughs>。いやマジでもうほんと公園とかでフリーマーケットみたいなのしたいもん私も「はいどうぞどうぞー」って。 売る <laughs>「どうぞどうぞ」<laughs> はいこちらいりませんか?」 どうだろうもの、うん服ね多いよ服服はねうんうん 後輩ちゃんにバスはすればいやでもね,ねーなんか個人的にはいどうぞっていうのはなんか <laughs> できなくってなんか <laughs> でも「どうぞ置いとくんです自由に取ってください」みたいなのめっちゃ憧れなんだけどよくやってるじゃんなんか,か AKB のマホぴょんもやっててなんか。 レッスン場に置いてあるのでぜひ持って帰ってくださいみたいないあれめっちゃねいいなって思うんですけどみんな持って帰んなかったら <laughs> どうしようとか <laughs> そんな気持ちにもなったりする <laughs> うんそうあるし亜きちゃんやってたわ むきちゃん上京する前にやってた気がするなんかなるべく物を減らすって言って引っ越してねもう一もらってない だってもう私物が置くからさもらってる場合じゃないわ <laughs> 本当に置く場所がね IQ の服欲しい嫌だ嫌 <laughs> だ 絶対に嫌だ <laughs> 着るんだったらいいよ着ないんだったら嫌だ あ、あでも一番家族にあげますお父さんお父さんお父さんのお姉ちゃん <laughs> とかにあげる <laughs> そうあとおじいちゃんにキャップとかあげたお母さんにもあげるわでお姉ちゃんとは結構共有するから服は。 家族にあげがちかもお父さん入るよ私お父さんにあげたっても別にワンピースあげたとかじゃないですよ <laughs> あの男性でも着れそうな服をあげるみたいなあのトレーナーとか。 <No. S 1> あの何ですか全然お腹出しの服あげたんだよねとかじゃないですよ。かわいいフリフリのワンピースとかじゃないですよ。 <laughs> 違うよお父さん痩せてるお父さんスタイルいいって言うけどいやいやとか言ったらなんかあれですけど <laughs> なんかどうだろう痩せてるかって言われたらちょっと分かんないですねどうですかねなんかまあご飯はでも食べてそう あのー、結構私のお父さんは炭水化物系いっぱい食べると思うんで麺とか米とかなんでちょっとそうですね偏食なんですよ偏食でなかなかあんまりそう食べ,食べるのがなんか。 食べれないいもの多い、うん、なんか家族で焼肉行った時にお肉食べれなかったから何食べてたんだろう野菜サラダと卵スープとか。 しじみはなんか頑張ったら食べれるのかな。野菜はいけるの。<laughs> ビビンバはいけるんかな。お寿司は卵。 うどんとかあそう生魚がダメあとかっぱ巻きとか生ものがダメってりおちゃんも言ってたなこの間 <laughs> 納豆はねうちの家計全員食べもう NG 食べれませんお父さんもお母さんもお姉ちゃんも納豆はダ,ダメなんですよなんか私だけ <laughs> 食べれる <laughs> 大好き納豆二 <laughs> 郎も無理だよ私しか食べれない <laughs> なんか私だけなんかちょっとなんでも結構食べれる人間になったんですよすでん。<laughs> <laughs> <laughs> お姉ちゃんも結構食べれるもの多い 姉ちゃんは未だにピーマンも食べれないし <laughs> これやったら怒るかなしいたけもちょっとうーってなってるしなんか玉ねぎもシャキシャキしたやつはダメだしそうお姉ちゃんは結構変色じゃないけどなんか食べれないものいっぱいあるそ納豆系も無理だしなんか結構油っぽいものもうっ,ってなってるし 確かに子供が嫌いなもの <laughs> のイメージだから我が家のハンバーグは昔っからピーマンとしいたけが入ってました <laughs> 細かく刻まれたお母さんの血もうめちゃくちゃ細かく刻まれたしいたけとピーマンと人参が入ってるんですよ私の家のハンバーグこれが中村家のハンバーグお母さんが頑張って食べさせようと。 ハンバーグに入れて <laughs> そうこれがめっちゃ美味しいの全然味しないからその野菜の <laughs> そうそれは食べてたフフ <laughs> お父さん魚もお肉も食べれないけど魚肉ソーセージは食べれるからねあれもまあ変な話だよなんか食わず嫌いだねなんか一回聞いたんだよねお父さんに「なんでお肉食べないの?」みたいな言ったら「なんか、獣だ」みたいな言ってて「どういうこと?」みたいな,なんか「獣の匂いが」みたいな言っててなんかもうお父さんは訳わからんから多分。 なんか多分何かのうん先入観とかで食べないだけで本当は絶対食べたら美味しいんですよ <laughs> <laughs> 匂いがダメなのかな 同じ仲間がいるありがとうでも私もレバーだけはいまだにちょっと食べないレバーは何か血血って感じがして鉄系な感じが味が あとホルモンは食べたことないあんまりあのなんですかあの千枚とかは食べたことないそもそも <laughs> ではダメだけどフォアグラはいけたえフォアグラってさなんだっけ 食べたことないよ高級なイメージだわレバーは火が通ってたら食べれんってえじゃあ生で食べるのなんか火が通ってたら食べれんみたいな人が。 いるんだけど <laughs> やばいそうだよねダメだよね生レバー禁止いや心で焼いてんのかもしれない <laughs> えレバーと肝って違うっけ 肝もレ、肝イコールレバーありがとうなんかレバーは肝臓え肝臓は肝じゃないえ肝臓の肝だからえ、待っては <laughs> 何肝臓の肝って何え肝肝と肝臓はまた別物まあ一緒えまあ肝か一緒か肝の一種が肝臓ああそうなんだ。 魚の肝だったらいける。よ、やっぱ鶏レバーもいけると思うけど、なんか牛のレバーがちょっと。うん 馬,馬はちょっと知りませんえっ違う私が嫌って言ってたレバーって何のレバーなんかよく分からんわうあれ馬だったんかなえ何のちょっとわかりませんけども。 豚のレバーとかかあるんんそうな鳥のレバーはいける気がする確か <laughs> 法律的に大丈夫なればえそうだよねなんかこの話やめとこなんかさ生で食べるの禁止みたいななってさいつかの時代にいつかの時代ってか私も生きてたんだけど <laughs> なんか <laughs> なったじゃんかそっからさなんかちょっとな,なんか 難しいラインになったけんさ多分外国とかだったらさ大丈夫なところはあると思うけどさ日本は確かちょっとダメってなったんでちょっとやばいやばいいやだから心で焼いてる人がいるのかなっ <laughs> て思ったけど <laughs> ちょっとねあの ちょっとえー、皆さん肉はよく焼きましょう以上です。<laughs> <laughs> まとめ今日のまとめ「肉はよく焼こう」。はーいって。 とこの短縮ユッケとかめっちゃ好きですごめんなさいユッケ焼こうかありがとう出勤さん中村舞です愛媛県出身です 明日愛媛に飛びますえ、待ってリリースイベントよね止まるということですね愛媛何があるか私の家 <laughs> 実家があります ダメですよ絶対に観光地ではありません <laughs> 松山は結構ねいっぱい観光できそうスポットいっぱいある 移動気をつけてきてねえ媛ってなるとさ船か飛行機だよねバスかえな何で来るんだろうみんな飛行機が多いのかなやっぱ空港やばい足がしびれた 鉄道全員でいや否定してないよただ鉄道だと、まあ、四国済みの人はえどう来るの鉄道になると新幹線乗って岡山で降りて岡山から香川経由してくるそれとも広島まで行って 船に乗ってくるか飛行機かバスで橋渡ってくるあ車車あったらね結構便利かもねしまなみドライブいいよマジでいいよ いいいよ、っぱいあのパーキングあるしあの、サービスエリア楽しいと思うあれよ なんんかか何個かある何個個ああるるだろうそうなんかでも島をさ渡るけんさそうなんかちゃんとスポットをさえとかないともう戻れないから <laughs> 過ぎちゃったら行きたいところあれが好きあね 行きにも帰りにもあるんだけどね塩波ソフトっていうソフトクリームがあるパーキングエリアが好きなんだけど何ていうとこだったっけなおおおおいしいよ <laughs> おおおじゃないかなえなんだっけなちょ私さ自分は運転しないからさ あんまり把握できてないけど塩味なのなんかしょっぱいちょっと大浜かなそうかな分かんないなんかね調べてみて水色なんだけどなんか 甘,甘じょっぱいっていうんですかなんか塩塩気がちょっと効いてる大浜それかもソフトクリームそこを逃したらない 逃さないようにですねありがとう売ってないよ多分場所そこしかないんじゃない帰りもあった気がする帰りってどっちが帰りって感じだと思うんですけど <laughs> あのどっち方向にもあった気がするんだけど <laughs>。 ないとこあるよないパーキングエリアあるからそう博多の塩そうですそうですあどっちもあるのか「行き帰り」 マイキューの場合はどっちか行けるか悩むねそうだよねマイキューはどっちが行けるどっちが帰りなのか分かんないよ本当にどっちにも帰れるわ <laughs> 家がどっちにもあるおやすみもうそんな時間なの もうそんな時間ですか、そんな時間ですかそんな時間ですかうん、ほんとだ58分だちょっと待って大丈夫え、待って、この海に月ってこれなんて読むのクラゲ <laughs> クラゲじゃない <laughs> な、なにさんうわーちょっと読み方がわからん クラゲさんで会ってんのかな？ありがとうございます。くまねパパさんえー、ディープブルーさん、福太郎さんビタミンさん、いなっちさん。新新くんさんあやりんごさん、福ちゃん、まるさん、まつ君さん、東京のさんさんまたまちさん1位はドドンミッキーさんでした。ありがとうございました。 皆様明日はなんと金曜日でございますフライデー <laughs> みんな大好き金曜日おやすみなさいまた明日またね 配信を見てくれてありがとう。ゆっくり休んでね。暑さには気をつけてね。<laughs> いっぱい飲んで食べて頑張ろうね。また明日おやすみだよ。まだね。じゃあね。いい夢見るね。おやすみ。 お疲れ様ありがとう。ぐえ、おやすみな。